綺麗になりたい。綺麗になりたい。他の誰よりも魅力的な服を着て美しくなりたい。そうすればあの人は振り返って私を見てくれる。綺麗だって言ってくれる。洋服たくさん買ってきてくれたんだ。いいなあ、まゆみんちのお父さんって。海外のアクセサリーや服輸入してんでしょ。かっこいいよね。そうでもないよ。帰ってくるたびにあれ着ろこれ着ろってうるさくって。いいじゃん、うらやましい。そうね、たまに帰ってきてくれるのは嬉しいかな。誕生日にも間に合ったし。ねえ、誕生会みんな来てね。はい、行く行く。ゆうこもね。え、あ、うん。ねえ、男子も呼ぶの？うん、土井くんにはもう言ってあるけど。なに、まゆみ土井くんと付き合ってんの？まさか。うそ、付き合ってんでしょ。違うって。まだ、あ、まだって言った。そんなんじゃないったら。学校の委員一緒にやってるといろいろ話すし、助けてもらったりもするから。それで、あれ、黒板消してくれたの？俺、当番忘れてた。ごめんな。優しい声だった。それから土井くんのことがなんだか気になって、つい目で追っていると土井くんも私を見ていた。あれは偶然？着ていける服なんてない。何かしら。綺麗。ダメよ、どなたがくださったものかはっきりするまでは。間違ってうちに届いたものかもしれないし、それになんだか気味悪いわ、そのワンピース。まるで私に合わせて作ったみたい。ごめんなさい。ねえママ、まゆみちゃん家のお誕生会、それ着ててもいいでしょ？ダメよ。どうして？まゆみちゃん家に私が変な服を着てて笑われてもいいの？服ならいくらでもあるでしょ？この間買った服だって。あんなの着ていけないわ。ねえママお願い。友達の家に遊びに行くのにどうして着飾る必要があるの？わがまま言うんじゃありません。行かなきゃいいのよ、行かなきゃ。橋本。でも橋本。あ、土井くん。なあ、橋本も行くんだろ、今日の小野さんの誕生会。ええ、よかった、俺も誘われてるんだ。初めてだよな、橋本と私服で会うのって。そうね。行きたくない、行きたくない、行きたくない。ああ、あのワンピースさえ着
ていければいいのにな。ん？何かしら。やだもう、ママがちゃんと閉めておかないから。遅いね。来るって言ってたのに。橋本。ねえ、土井くん、ゲームやろ。ねえ、今日は私の誕生日なのよ。ねえ。うん、そうだな。じゃあ橋本も。私だけ死んだ。私だけ、私だけ死んだ。した私は土井くんが転校したことを知りました。後で男子に聞くと、彼は私のことを好きだったのだそうです。着るものになんかこだわらなければあんなことには。でも今はそれを後悔している余裕さえなくしています。昨日私の洋服ダンスを開けると、消えたはずのワンピースがそこに戻っていたような気がしたからです。まだちゃんと確かめたわけではありません。怖くてできないのです。だから今の私はただただあの不気味なワンピースに怯えて不安な毎日を送っているのです。